お久しぶりです。こうしてまたレースをすることになるとは。何かの縁で結ばれているのかもしれませんね。準決勝の相手は水流界なんだ。試合の前に伺いたいことがあります。大会に優勝して有名になり、楽をしてお金を稼ぎたい。今もその考えに変わりはありませんか？変わってないよ。うちらは神田川杯で優勝して、有名になってめっちゃ稼いで、毎日楽しくハッピーな生活をしたい。そこは変わってないね、確かに。でも、それだけじゃない。応援してくれる人の気持ちに応えたい。それが一番大事。あとは練習したことをレースで出し切る。それが二番目に大事かな。有名になって楽をしてお金を稼ぎたいってのは、三番目か四番目ぐらいだよ。うんうん。なるほど。愚問だったようですね。私たちは、あなた方のことを誤解していたようです。高田の馬場女学院。正直な人たちです。チームそれぞれに、ジェットレースへの考え方があります。私たちにとってジェットレースは神事。遊びや目標ではなく、務めなのです。でも、ジェットレースはやばいぐらい楽しいよね。はい。その通りです。レースへの考え方は、人それぞれ違うかもしれない。でも、レースが楽しいという思いは、みんな同じなのでしょう。それが、ジェットレースのいいところです。じゃ、思いっきり楽しもうか。ああ、全力で行こう。お茶の水ひじり橋サーキット、ヘアピンカーブを含む急カーブもありと、なかなか歯応えがありそうですね。マシンの調整次第で拮抗必至。レーサーのテクニックはもちろん、メンテナンスが重要。マジかわいいっしょ。この前試合した時と同じだと思わないでよね。うちらめっちゃ特訓したんだから。それは私たちも同じです。今度こそ俺たちが圧勝してやるぜ。なんだかめっちゃワクテカしてきた。みんな、いいレースにしよう。ブーストします。なんなの？ブーストします。シールドが。あ、じゃあ逃げないとダメだよ。これで早くちゃうの。次のやつはいけるよ。
シールドやられちゃった。ごめんね、アベちゃん。また会えたらいいね。逃げて逃げて。うれ、当たれ。いや、スピードアップ。おら、ブースト超逃げないとダメだ。してくれんな。まだまだ大丈夫。都合がいいですね。どうだ、当てます。ゲット、早く使っちゃおう。必殺技いけるよ。ちゃんと前見てほしいんだよ。どうだ、あっ、逃げて逃げて。ブーストはないよ。必殺技いけるよ。超逃げないとダメなやつじゃん。バイバーイ。狙い撃ちます。シールドブレイクされちゃった、大丈夫。イエッサー、当たったな。はい、これでつよつよの実力。ごめんね、めっちゃ当たれ。この速さ神じゃない。早いとこエンドっちゃおう。てかさ、水流界の二人は欲しいものとかないのかな。何でも欲しいものがもらえるって言われたら、二人は何をお願いする。俺はジェットレースができるや、それでいい。他に欲しいものなんて何もねえぜ。強いて言うならキッチンペーパーでしょうか。昨日ちょうど切らしてしまったので。キッチンペーパー。えい、え、ゲット、早く使っちゃおう。超逃げないとダメなやつじゃん。避けられませんよ。ないよ。ドゥーレブースト、ダブルスピース。スピードアップ。オーラー使えますね。スピードアップ、ダブルピース。えい、ブースト超逃げないとダメなやつじゃん。どうだ、イエッサー、当たれ。スピードアップ、オーラー。それ、よし、ちゃんと前見てほしいんだよ。どうだ、ここでゴール。今回も良い試合でしたね。ジークショー、悔しすぎる。いえい、さすが私。もう一丁走りますか。うちら可愛いっしょ。3、2、1、スタート。
この前試合した時と同じだと思わないでよね。うちらめっちゃ特訓したんだから。それは私たちも同じです。今度こそ俺たちが圧勝してやるぜ。なんだかめっちゃバクテカしてきた。みんな、いいレースにしよう。狙っちゃうんだから。バイバイ。ブーストします。この速さ神じゃない。逃げて逃げて。ブーストするね。これを使いましょう。はい、これでつよつよのつよ。超逃げないとダメなやつじゃん。ターゲット捕捉しました。ちゃんと前見てほしいんだよ。ごめんね。当てちゃう。やってくれんじゃん。いい気の流れ。ダブルスピーズ。どうだ。逃げて逃げて。どうだ。ブーストパーないよ。逃げて逃げて。ドゥーレー。ブーストするね。よし、超逃げないとダメなやつじゃん。ターゲットを探しよう。ちょっと待って。バイバイ。使えますね。スピードアップ。これでつよつよのつよ。この速さ神じゃない。行くね。ごめんね。あげちゃん、超逃げないとダメなやつじゃん。当たれば。まだゲット。早く使っちゃおう。うれ、スピードアップ。おら、まだまだ走り足りないんだけど。てかさ、水流界の二人は欲しいものとかないのかな。何でも欲しいものがもらえるって言われたら、二人は何をお願いする。俺はジェットレースができりゃそれでいい。他に欲しいものなんて何もねえぜ。強いて言うならキッチンペーパーでしょうか。昨日ちょうど切らしてしまったので。キッチンペーパー。えい。使えますね。スピードアップ。おら、当てます。ダブルスピーズ。ドゥーレー。スピードアップ。オーラスピードアップ。オーラ。どうだ。よっしゃ。当たれ。ブーストパーないよ。ユズの実力見せてあげる。ここでゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。イエーイ。ぶっちぎり。
りで1位になっちったよ。イエーイ、さすがあたし。レースは信じ、でもすごく楽しんでしまいました。ええ、今はただ清々しい気持ちです。ですが、これでよかったのでしょうか。あのさ、難しいことはマジわかんねえけど、やっぱ楽しいって大事だと思うんだよね。そうそう、ユズたちが楽しんでレースをする、それを見ている人たちが楽しむ、そっちの方が神様だって喜ぶんじゃない。そうかもしれませんね。次は決勝戦です。二人とも頑張ってください。決勝の相手はドレスに決まったそうです。ドレス、たとえ相手がドレスでも、もう運に頼ったりはしないし。だね、ここまで来たらマジに優勝だよ。なんか強なったみたいやで。ついに来たね。いっぱい遊んだりトレーニングしたり、喧嘩して気まずくなったり、マジいろいろあったよね。毎日暇って言ってたのが嘘みたいだよ。私、ユズとここまで一緒に来られてマジ嬉しい。うちもマナッちゃんとレースができてよかった。決勝戦、ガチバトルだね。うん、二人ともいい顔をしてるのだ。よくぞここまでたどり着きました。約束通り、今日はドレスの本気をお見せしますわ。ドレスの本気、マジでビビるんだけど。なんて言ってらんないし。だね。ユズ、最高の気分じゃね。うん、お金なくてもこんなハッピーな気持ち味わえるんだね。やっぱレースやっててよかった。うん、マジそう思う。まあドレスに勝てるかどうかはともかく、おじいちゃんやおばあちゃんのためにも、応援してくれる人たちのためにも、やばいぐらいマジでやるよ。
進路が一つにとどまらないこのネオ日本橋、相手の隙をつくコース取りが勝敗を分ける。難易度の高いコース取りで攻めるか、大通りの直線で速度勝負をするか、マシン性能に合わせた試合運びが鍵。うちら、かわいいっしょ？スリー、ツー、ワン、スタート。ジェットレースって最高だよね。マジでやってたら仲間たくさん増えたし。うちらの仲も前以上に良くなったよね。本当にいいことがたくさんあった気がする。本気でやれば何だって楽しいものです。私たちにとってはそれがジェットレースだって。そうだったのだ。満腹黒丸ちゃん、勉強になったのだ。じゃあそこはあたしらが納得するところっしょ。なのだ。ドレスとも仲良くなれたし、本気で頑張るのってめちゃヤバだね。逃げて逃げて。また会えたらいいね。元気もりもりなのだ。よし、ブーストするね。ピンチなのだ。当たれ。キラリブースト。この速さ神じゃない。よし、この速さ神じゃない。ブースト全開です。元気もりもりだ。逃げないとダメなやつじゃん。狙い撃つね。離せよ。えい、シールドが。逃げて逃げて。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。これでつよつよのつよ。逃げて逃げて。必殺技いけるよ。超逃げないとダメなやつじゃん。また会えたらいいね。ちょっとタイムタイム。それ。ダブルスピーズ。元気もりもりなのだ。ゲット。早く使っちゃおう。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。ブーストパーないよ。行くのだ。まだまだ走り足りないんだけど。ゆず、あと一周。マジ優勝いけるっしょ。絶対勝ってみんなに喜んでもらおう。そうはいきません。私たちが必ず阻止します。ドレスの全力をババジョにぶつけるのだ。元気もりもりなのだ。ブースト全開です。ブーストパーないよ。キラリ、満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。超逃げないとダメなやつじゃん。ダブルスピーズ。いや、まだ大丈夫大丈夫。あちゃー、
あぶぶぶぶぶぶ、トップとかぶち上がるしかなくない？スピードアップ、オラー、どうだ、満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。モリモリなのだ。ブレイクですって。どうだ、必殺技いけるよ。黒丸ちゃんに任せるのだ。ブースト全開です。この速さ神じゃない？当たれ、必殺技いけるよ。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。この速さ神じゃない？ここでゴー。これは驚きました。思っていた以上の成績。やったやったやった、もしかして私天才なんじゃない？じゃないよね。ナナちゃん、ほっぺたつねってあげようか。よろしく。えい。ルルルルルル。ってことは夢じゃない。ユズたちの優勝だ。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。応援してくれたみんな、ありがとう。全力でやっても負けたのだ。今度は言い訳のしようがありませんわ。私たちの乾杯です。かぐや様、なんで負けてしまったのだ。実力ではドレスの方が上だったと思うのだ。そうですわね。負けた理由があるとすれば、私たちは喧嘩をしなかった、それが敗因かもしれませんわ。なのだ、なんでなのだ。喧嘩なんてしない方がいいのだ。喧嘩をすると前よりも仲良くなることがあると聞きます。神田川杯に出たレーサーの中で、あの二人が一番成長したのです。喧嘩を通し、きっと絆が深まったのでしょう。そうなのだ。じゃあかぐや様とたまには喧嘩することにするのだ。ええ、そうしましょう。それで私たちも成長して、今度は王者に挑戦しましょう。待って待って、挑戦なら私たちもするから。大会では対戦できなかったから、優勝したチームがどれだけの走りをするのか確かめさせて。
私たちも挑戦したいです。ヒルズキッチンもやりたい。マナちゃん、どうする？やるに決まってんじゃん。私ら優勝したんだよ。運も実力もあるうちらに挑戦なんて無謀だよね。そうそう、何回でも勝ってどんどん有名になっちゃうよ。そうだね。なかなかになってきたな。ジェットレースで水面を走る感覚、神田川から見える景色、風、匂い、私にとっては何にも変えることのできないものです。満腹黒丸ちゃんもかぐや様と一緒に走るこの神田川が好きなのだ。私の私の将来の夢は、お母さんみたいなジェットレーサーになることです。将来の夢。お、かぐや様、どこへ行くのだ？そこ、どいてもらえるかしら。あ、ごめんなさい。この素人みたいな子がジェットレーサー。私には時間がないというのに、神田川で勝手なことを。毒だけじゃダメなのだ。今すぐここから立ち去るのだ。立ち去る？どうして？武蔵野女学館ジェットレース部が練習するからです。さあさあ、時間がもったいないのだ。早くどこかへ行くのだ。今からここはかぐや様と満腹黒丸ちゃんたちのものなのだ。そんな、海はみんなのものやけん独り占めなんてずるかよ。ここは海じゃなくて川なのだ。川でもそうだよ。川だってみんなの。不満があるというのなら、川の使用権をかけて私たちと勝負すればいいことです。勝負って、喧嘩？そんなわけないだろう。川で勝負と言ったら。もちろんジェットレースに決まってますわ。広い道幅ながらも、ゴール前以外は緩やかなカーブが切れ目なく続く神田川下流域浅草橋。
外周を走るこのコース、目を引く大きなランドマークや仲見世などが賑わいを見せる。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。ナミキ、お前本当に走れるのか？大丈夫大丈夫、どうにかなるって。満腹黒丸ちゃんたちがこんな素人みたいな子に負けるわけがないのだ。黒丸、油断は禁物ですわ。どんな相手でも全力で挑むのです。ブースト全開です。スピードアップ。サードだ。行くのだ。行け。行くのだ。元気もりもりなのだ。どうだ、なのだ。気をつけないと。行くのだ。お見舞いするのだ。もっとスピードを上げます。わあ、すっごく楽しい。リサちゃん、ジェットレースってすごいね。何をのんきなこと。最後の一周集中しないと負ける。あ、これで最後だったんだ。よし、頑張るぞ。かぐや様、相手は本当に素人だったのだ。道理で見たことないかと思いましたわ。神田川のルールを知らなくても当然ですよね。ですが、それも関係ありません。最後まで全力で行くのがドレスです。よし、この速さについてこられますか。どうだ、なのだ。ブーストかけるね。今がチャンス。満腹黒丸ちゃんの腕の見せ所なのだ。キラーン。満腹黒丸ちゃんの腕の見せ所なのだ。満腹黒丸ちゃんの腕の見せ所なのだ。この速さについてこられますか。ゴールだ。これは驚きました。思っていた以上の成績。私に勝とうなんて無謀な考えです。私にとっては当然の結果です。まったく、練習相手にもなりませんわね。当然の結果なのだ。ああ、負けちゃったよ。当たり前だよ、初めて一緒に走ったんだし。さあ、
分かったら行きなさい。せっかく神田川の使用権を取ったのに、あなたたちのせいでほとんど練習時間が残っていませんわ。え、それってつまり意地悪でどけって言ったんじゃないの？何を言ってるのだ。かぐや様は意地悪するような人じゃないのだ。そんな私早とちりで、ごめんなさい。迷惑をかけて悪かった。それじゃ。お待ちなさい、葵美沙さん。そちらの方のお名前は？私は並木凛です。並木凛さん、もし悔しかったのなら強くなることね。その時はもう一度勝負して差し上げましょう。はい、よろしくお願いします。かぐや様が一般人に名前を聞くなんて珍しいのだ。いいや、黒丸、あの子の走りめちゃくちゃではあったけど、私の知らない走りでした。きっと強くなる、そんな気がします。でもその頃には。ごめんなさいなのだ。かぐや様を悲しませるつもりは。いいのよ、黒丸。ジェットレースができなくなるのはあなたの責任じゃないのだから。なんか強なったみたいやで。ジェットレースは国民的なスポーツだ。だがハイパワーなジェットマシンを操るために訓練は厳しく、事故や怪我とも隣り合わせ。だからジェットレーサーを志す生徒は少ない。それでもお父様は応援してくれていると思ったのに。武蔵野女学館は神田川杯をもってジェットレース部を解散し、新たにジェットレスキュー部を創設することになった。ジェットレースではなく、レスキュー活動を重視した部活に変更するというのだ。私のお父様、武蔵野女学館の理事長が急にそんな方針を打ち出したのだ。お父様の考えがわかりません。どうしてこんな。かぐや様が理由を聞いても答えてくれないのだ。お父様は大変お忙しい人、最近はまともに会話もできていませんわ。話し合いができたとして、理事長として学校で発表したということは、私が反対したところで無意味です。でも私はレースがしたい。なんとかしたいのだ。満腹黒丸ちゃんはかぐや様のお付きの者、忠実な忍びなのだ。でもかぐや様のお父上の言葉に逆らうことなどできないのだ。満腹黒丸ちゃんはどうすればいいのだ。ありがとう、黒丸。確かに残りの時間は限られています。それでもやれることはあります。エミリーちゃん、雲海サーファーズ、
道場破りとはどういうことですの？ここから忍びというワードが聞こえたです。忍びとは忍者のことでござる。エミリーたち忍者を探しに来たでござるよ。忍者はどこでござるか？ふっふっふ、何を隠そう、忍びとはこの満腹黒丸ちゃんのことなのだ。アンビリーバボー、満腹黒丸殿が忍者だったのです。ジャパンで忍者と勝負するのが夢だったでござる。いざ尋常に勝負でござる。私たちの悩みも知らないで。とはいえ雲海サーファーズならば相手にとって不足なし。黒丸、四十院家に代々仕える忍びの力、彼女たちにとくと見せておやりなさい。アイアイさんなのだ。公園を通るこの吉祥寺井の頭を知り尽くしま公園、静寂を打ち破り、ジェットレーサーたちが激しいデッドヒートを繰り広げる。小さなカーブが連続するこのコース、ドリフトを細かく刻みながら引き離していくレース展開になりそう。行くのは試合に勝ってからにしなさい。行くのだ、危ないのだ。満腹黒丸ちゃんの腕の見せ所になるのだ。終わるなのだ、とどめなのだ。全力で加速します。召し上がれんなのだ。
いよいよ最後の一周です。忍者だけあって早いでござる。でもいつ分身するでござるか。きっと忍者パワーを貯めてるです。後ですごい技が見られるです。おお、それは楽しみでござる。なんだかものすごい期待されている圧を感じるのだ。あの二人は強敵ですわ。黒丸、相手の話は気にせず集中しなさい。それ。なのだ。サービスなのだ。ブースト全開です。なくしてお宝なし。今でござる。サービスなのだ。この速さについてこられますか。ここでゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。私に勝とうなんて無謀な考えです。私にとっては当然の結果です。獣医師と満腹師の連携プレイ、感服いたしたでござる。殿様に仕える忍者が見られて感激です。故郷にリターンしたらグッドな自慢になるね。殿様、感激、自慢。ジェニー、四獣医師はお姫様の方がふさわしいでござろう。おお、確かにその通りです。レース中の四獣院殿のお姿は本当に素敵です。対戦相手でありながら見とれてしまいそうだったでござるよ。今日はサンキューです。とっても楽しいデュエルでしたよ。二人に勝てるようさらに特訓するでござる。ではでは、これにてごめん。ごきげんよう。こちらも得るものがある試合でした。バイバイなのだ。黒丸、レース部を存続させる方法を思いつきましたわ。さすがはかぐや様なのだ。雲海サーファーズとの試合のおかげです。彼女たちには
感謝してもしきれませんわね。どういうことなのだ？素晴らしいレースを見せることで世間を魅了すれば部を存続させようという声も出てくるはず。そうなればお父様の心も動くかもしれません。なるほどなのだ。私たちのレースを知ってもらうためには神田川杯で優勝することが一番です。やるのだ。かぐや様ならできるのだ。黒丸、あなたの力も必要です。ジェットレースは一人じゃできないのですから。わかったのだ。満腹黒丸ちゃんも頑張るのだ。やり遂げましょう。ジェットレース部を存続させるために。なかなかになってきたな。